ネットラジオ。俺は友人の影響でネットラジオをやっているんだが、第1回の放送の後、聞いてくれていた親しい友人にその感想を聞いてみたんだ。たまに他のラジオでは聞かない雑音が入ったり、途中途切れたりはあったが、音もクリアで声も聞き取りやすかったとのこと。第一回ということで、探り探りだったが一安心。でも、音が途切れたりということはわかるんだが、変なノイズってなんだろう。気になったので、詳しく聞いてみた。なんか、ハウリングみたいな感じで、俺の声がダブって聞こえたり、急に声が一トーン高くなったりしたそうだ。でもそれも時たまだったんで、そんなには気にならなかったとのこと。次に内容に関する感想を聞いたのだが、友人はびっくりすることを言った。どうしてもう一人いた奴は一言も話さなかったの？は？と素直に聞き返した。だってその時俺一人でやってたから。詳しく聞いてみると、時折俺がそのもう一人に話を振ったり、変なところで相槌を打ったりしていたらしい。おかしい。そんな記憶俺にはないし、当然俺は一人でやっている。それは間違いない。じゃあなんか幽霊かなんか隣にいて、お前は無意識のうちにそいつと楽しく会話していたのかもな、なんてことをさらりと言われた。結果的には楽しい感じで、特に違和感はなかったらしい。第2回の放送では録音して自分で聞いてみたが、確かに意味不明なところで俺が相槌を打ったり、誰かに投げかけるように話す場面が多々あった。俺自体、そんな誰かがいる気配は微塵も感じないし、そんなことをしている気もなかったので少し驚いたのだが、誰かがもう一人いるにしても、番組はなかなか好調なので、なんとなくありがたい相方がいる感じだ。次のラジオでも、ぜひ手伝ってもらいたいものだ。これが見えたりしたら、笑いは一気に俺の恐怖の絶叫ラジオになるんだけどね。音信不通の友達。3日ほど前、昼寝をしていたら夢に、もう10年ちょっと会っていない、音信不通の友達が、悲しそうな表情で現れた。その友達とは、小学校低学年の時から、母親同士が知り合いで、うちに泊まりに来たり、ディズニーランドに行ったり、家族ぐるみで仲が良かったんだけど、友達のお父さんが失業して、10年ちょっと前に住んでいたアパートを引き払って、市内ではあるけれど、離れた団地に引っ越しをしてしまった。それまでは、おばさんもちょくちょく家に車で遊びに来ていたんだけど、だんだん来なくなって、団地の住所も聞けないままになって、電話番号も変わってしまったらしく、音信不通に。ハローページでも探したんだけど、載せていないのか、また転居したのか、
乗っていなくて、消息もつかめなかった。おばさんは心臓が悪くて、しょっちゅう心臓発作を起こしていた。それで、夢に出てきた友達が泣きながら、まるまるちゃん、お母さんが死んじゃったの、という。その夢を見るまで、失礼ながら、その友達のことはすっかり忘れてしまっていて、思い出すこともなかったんだけど、妹にそのことを言うと、え？それ、私の夢にも昨日出てきたよ。何を言うでもなかったんだけど、と驚いていた。その翌日、母親の運転で車で買い物に行ったとき、母にはその夢のこととか、その友達のことを一切言っていなかったのに、あの子元気かな？と突然言い出した。驚いて聞いてみると、なんか知らないけど、最近仕事中もあの子のことが気になってね、と。友達やおばさんに何もなく無事であることを祈りたい。お前も入らないか。ある旅行会社の添乗員がツアー客と共に沖縄のリゾートホテルに行った。そのリゾートホテルではプライベートビーチを持っているのだが、そのビーチには潮の関係でよく遺体が流されてくるという。その遺体は一時ホテルの部屋で保管されることもある。その部屋は普段はもちろん使われていないホテルの1階にある部屋だったが、この添乗員はその部屋を使うことになった。時期がお盆でどこの部屋も空いていなかったからだ。添乗員は疲れもあり、寝入りこそ良かったものの、夜中壁に向かって横向きに眠っていて、その背後の気配に気がついて目が覚めてしまった。この部屋の中で何人かが話し合っているような気配だった。その何人かは時々添乗員に聞こえる声で、お前も入らないか？と誘ってくる。その何人かは、添乗員が起きている間にも増え続け、最終的には15人ほどの気配がするまでになった。その間にも、添乗員に向かって、入って来いと誘いをかけ、ついには、おい、来いよ、という声とともに、肩をポンポンと叩かれ、つかまれるような感触までも感じるようになってしまった。添乗員は冗談ではないと思ったが、ここは無視をするに限ると、冷や汗と寝返りを打ちたくなる衝動をぐっとこらえ、嘘の寝息を立てていた。彼らは時々添乗員に声をかけるものの、自分たちの話が盛り上がっているようだった。しかしながら、添乗員は一時も気を抜けなかった。気を抜いてしまうと引っ張られてしまいそうで怖かったからだ。そんなことを延々と2時間ほど続けていたらしい。やがて窓から薄明るい光が差し込んできた。すると、それに伴って、小さい部屋から、気配が少しずつ消えていくのがわかる。
日が明るくなるにつれ、気配はどんどん消えていき、とうとう彼が薄目を開けると、目の前の壁に朝日の光が当たっていた。朝が来た、と天井員が体の力を抜いた瞬間、本当は起きていたくせに、耳元でそう聞こえて、今度こそ完璧に部屋の中の気配はなくなった。地下鉄の駅構内で、場所は東京、某地下鉄の駅構内。改札に向かって階段を降りていたら、その途中に変な女が立ってた。立ってたというか、なんか微妙に揺れているんだよね。前後に。割と広い階段だったんだけど、その真ん中でずーっとゆらゆらしてるの。服装は妙に薄汚れたパステルカラーのツーピースのスーツで、髪が異様に長い。しかも髪に隠れて顔が見えない。まあスーツを着た貞子だと思ってもらえればいい。俺は一見して間違いなく異常な存在だと思った。姿が異様だということもあるけど、東京の人通りの多い大きな駅の階段。しかもその真ん中を何をするでもなく揺れているなんて。まあ、そういう感じの人なのかなって。むしろ、こういう人をモデルに、貞子とかそういうキャラができたのかな。そんなことを思いながらすれ違った。すれ違うとき気になって足元を見たら、パンプスが潰れていたりして、うわぁ、まんまじゃん、と。でしばらく歩いて、改札の前まで来たんだけど、どうしても女の姿が頭から離れないんだよね。でもう一回、貞子を拝んどくか、みたいな気持ちで振り返ったら、女も俺のことを見てた。と言っても前述の通り、顔は見えないので、見てると感じたというのが正しいかな。でもそれまでずっと同じ方向でゆらゆらしていたんだよ。それが俺が振り返ったら、こっちを向いているんだよ。見てるって思うよ、あれは。瞬間的にやばいと思った。こっちに来るって。もう逃げるように改札をくぐって電車に乗ったよ。俺は見えない人のはずなんで、あれはおかしい人だと今でも思ってる。ただ階段の付近で誰も女を見ている感じがしなかったのは、当時から気になったんだ。あんなに異様なのにさ。あと、この話、前にもみんなにしようかと思ったことがあったんだけど、文章をまとめようとキーボードを叩くたび、部屋のどこかで小さく、キーって音がするんだよね。で、キーボードを叩くのをやめると、音も止むんだ。でもお構いなしに叩き続けて、だいたい書けたな、と思ったとき、急に携帯が鳴ってさ。ワンコールで切れた上に、非通知だったんだけど。まあ、偶然だよね。その時はビビって、テキストファイルごと削除したけどね。